さあ、続いてはですね、そうです。ジャーナリストの鈴木哲夫さんですね。おはようございます。はい、おはようございます。まあ、鈴木さんは政治がですね、まあ、一番得意なんですけども、明日組閣なんてことになるとですね、はい。まあ、いろんなね、重要情報から、取るに足らない情報から、それから期待感あふれる情報から、はいはい、それから鈴木さんから情報を得ようとして、各政治家とかね、どうなってんだとか、もう答えるらしいですね。いやいや、そこまで僕は大物のジャーナリストでありませんから。結構忙しい。まあそうですね、まあ、特に今度の改造は非常にこう大きなやっぱり安倍政権とか節目になりますからね、はいはい、そういう意味ではみんな注目してますよね、はい、新聞各紙いろいろ事例を飛ばしてますけどね、その中身についてはニュースゾーンでね、次第に詳しく、ね、伺おうと思ってるんですが、私ちょっと気になったのはですね、安倍さんがまあ、なんて言うんでしょうか、ブレーンって言うんでしょうかね、はい、そういう、この人の意見は聞いておきたいなというようなね、うん、例えば後ほどもっと詳しく聞きますけども、伊吹文明さんを文部科学大臣にね、推すなんていうのはなんか後ろ盾のその森喜朗さんが言ったとかね、書いてあるんです、新聞にはね、それともう一つがですね、田原総一郎さんがですね、はい、何か官邸にですね、呼ばれて、はい、28日昼官邸を田原氏は訪問、安倍首相との会談は約1時間20分にも及んだという、でここでですね、まあ、いろいろと、その話を聞いたマスコミがね、邪推推理いろいろするわけですけども、例えば9月に、電撃包丁とかね、はいはい、それからね、消費税をなくすとかね、うん、それはありえないと思いますけども、こういうのっていうのは総理の方からやっぱりちょっと意見聞いてみたいっていうのはどんな発想なんですかね。いや、まあ特にこういう状況で、その安倍さんが、まあ、絶好調なら別ですけども、こういう追い込まれている状況になって、まあ、少しでもその意見を聞こうと、その意見にしても、まあ、進言というか、まあ、辛い忠告とかね、そういう厳しいことなんかも含めて、聞こうという感じに多分安倍さん今なってるんだと思うんですね。だからそういう中で、まあ、田原さんが厳しいかどうかちょっと別としても、いろんな、やっぱ発言をしている、我々ジャーナリストの先輩ですけどね、はい、ということでちょっと話を聞かせてくれと、田原さんがいろんなことを言ってますから、それでその今のおっしゃる、これ田原さん自身がその冒険しろというふうに言ったと、で冒険って何かってそういう話なんですけど、これね、いや正直言って分かりません、私ね。分かりませんね。ただいろいろ言われてるのはそのおっしゃったような、例えば北朝鮮電撃訪問だとか、消費税だとか、なんとかだけど。それで田原さんがね、テレビに出まくってね、持って回ったような言い方して、ねね、政治生命をかけた冒険をしないかと持ちかけたということで、だけどその内容についてはですね、テーマはそれだけで昼食を取る暇もなかったと、ね、だからまあ、なんていうんですかね、まあ、自分の格を上げるというか、うん、まあ、そんなような、ね、思惑もなきにしもあらずなんですけど、こういうことで果たしてですね、どんなことをね、意外と大したことなかったっていう話もなきにしもあらずでしょ。こういうのって、まあ、結構いや、ここへ来て、まあ、田原さんにこういういろんな人がいろんなことをぶつけてるわけですよ、例えばテレビとかいろんな番組、北朝鮮訪問ですかとか、消費税のことですかとか、なんとかですかとか、小池さんとなんか連立を組むんですかとか、はい、でその度に田原さんがいや、ちょっと違う、いやそうじゃないこう、ね、田原さんも追い込まれて言ってる、でそういう中で、なかなかこう定まらないもんだから、これ意外と実は割と当たり前のことなんじゃないのかなんていうのが、今度またそれも邪推で出てきたりして、開けてみればね、そんな感じですから、まあ、だからあくまでもまだ推測の域なんですけど、私は思うのは、私はですよ、私は個人的に思うのは、やっぱ安倍さん、安倍政権っていうのは、安倍さんなぜ2回目の総理になったのかっていうのは、はい、僕は憲法改正と、はい、それから北方領土だと思ってるんですね。だからそこで何か その本筋であれば、そこで葉っぱをかけたっていうか、しっかりそれを受け入れられようが受け入れられまいがですよ、国民がこれもちろんありますからね。だけどそこできっちりちゃんとやるべきじゃないかみたいなこと言ったのかななんて僕は思いましたけど、まあ、これも全く
方領土かもしれない。この間の森喜朗さんがね、ロシアに行ってプーチンと会って、で二島返還はもうあり得るんだと言ってる人もいますしね、何が出てくるかわからないという、そうですね、まあ、なかなか厳しそう、うん、ということはやっぱり憲法改正で何かしらの道筋を言ったのかなとかいうふうに、まあ、ちょっと私なんか思ったんですけど、でもなんか政治生命をかけた冒険をしろっつって、憲法改正はもちろんあの安倍さんの念願、念願中の念願ですけども、それは今まで聞いてない話でもないしね、そうなんですよねだから何なのかなという、ちょっと振り回されてますよね、そうですね、はい。